おはようございます。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。早朝からバイトだったんですよね。そうです。朝5時半ぐらいに家出て、早いなので働いてきました。ちなみに石川さん、簡単に自己紹介していただいてもいいですか？はい、かしこまりました。今法政大学のキャリアデザイン学部っていうところに通ってる大学2年で24卒の石川のなみと申します。24卒っていう響き自体がもうさ、新鮮なのよね。そうですか、うん、ちなみに石川さんもさ、ツイッターのそのプロフィール、アット24卒っていう風に書いてると思うんだけど、はい、あれはやっぱり就活生とつながりやすくなるから。そうだと私は思ってます。やっぱ就活アカとか、うん、そういうのを見ると、うん、24卒って書いてる人が多くて、まあ自分も同じような他の24卒がどういうことしてるのかちょっと知りたいなっていうことで、うんうん、あえて今はあと24卒つけてます。法政市ヶ谷キャンパスです。すごいね、オフィスみたい。そうですよね、すごい高くて、でもここで授業受けたことはもうほぼない。あの建物内での授業はないですね。ないんだ。もうすぐ3年が経とうとしてるけど、でもやっぱりないんだね。もう大学3年って、めっちゃ時間早っ。早ってなるよね。汗汗って感じです。何に対する焦りが一番ある？やっぱりまだまだやりたいことたくさんあるんですよ、大学って、うんうん、例えば、まあ、まず留学には絶対行きたくて、うん、そのために今英語の勉強を。あ、それで英語の勉強してるんですか？あ、そうですそうです。一つの自分のビジョン、うんうん、そして将来キャリアカウンセラーになりたいなっていうのはあって、うんうんうん、留学生とか日本に来る、うん、外国人労働者って今すごい増えてるじゃないですか、うんうん、そういった人たちのキャリアを、うん、支援できるたらいいなとか、へなんか思ってて、うん、でそのためにはまあまず自分たちの日本、うん、での教育制度とかも、うん、まあある程度学んで、うん、でその上で海外で行ってその国がどういう教育の仕方されてるのかなとかいうのは学んでみたいなっていうのが。あります。へえ。今から英語の勉強を始めていきたいと思います。留学に向けて。そうですね、ハイエルツっていうエンディングを読みながら、単語帳を使いながら、ちょっと疲れたなって思ったら英語の本を結構図書館で借りたんで、ちょこちょこ読みながらやっていきたいと思います。静かに見守ってます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日友達と新宿でランチをしてきます。おお、いいですね。はい。お友達です。おお、はじめまして。じゃあちょっと食べていきたいと思います。いってらっしゃい。さて次はどこに、これからゼミの発表があるので学校に向かいたいと思います。ゼミの発表ってどういうことをするんですか？今自分がやってるゼミが若者を中心にテーマにしたゼミ で、今回は 2,3 年生の合同の研究の発表ということで、まあ、居場所について。居場所について。はい、若者の居場所はどうあるんだみたいなのを、まあまとめたグループに、同じゼミ内で2日に分かれて、でその1グループの中の発表をちょっと私がします。任されてるんですね。はい、一応。頑張ってください。行きます。はい、バイバイ。
ここからは SNS における若者の居場所について発表していきます。まず Z 世代の現状から見ていきましょう。表現力めっちゃちゃんとやってるのすごいですね。読むだけじゃなくて。あ、まあそうですね。基本石川七海流です。石川七海。そうなんだ。この後のご予定は？この後は、ワークスジャパンに行き向かいたいと思います。帰って帰ってスーツに着替えて行ってきます。ワークスジャパンのワンちゃんにですね着きましたので。これから就活ってそもそもどうやればいいのっていうところを聞いてまいりたいと思います。初めてオフィスに行きますか？そうですね、会社とか行くのは初めてなんでちょっと緊張してます。ぜひ行ってみましょう。行ってきます。あ、こっちですね。広い。失礼いたします。どうも、しゅんです。こんにちは。ということで、今僕らはワークスジャパンさんというキャンパスキャリアという就活サービスを運営されている会社にお邪魔してるんですけども、このキャンパスキャリアを運営されている社員さんの一人である内藤さんに今回は就活相談をさせていただけたらなと思ってます。内藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ワークスジャパンの内藤と申します。新卒でワークスジャパンに入社をしまして、今新卒3年目で迎えております。で、普段は企業さんの採用活動を支えるシステムっていうところを取り扱っているんですけれども、そこの営業担当として営業活動しています。今法政大学のキャリアデザイン学部というところに通ってます。大学2年の石川七海です。就活の状況はですね、自分の今やりたいことを結構やってるって感じで、周りでちょくちょく就活そろそろだねとかインターン行かなきゃみたいな声は聞くんですけども、就活に向けて特に何かやってるっていうのはないっていう状況です。じゃあ就活、ある種スタート前みたいなところですかね。そうです、そうです。まだこれからスタートって感じですね。どれくらい不安ですか？ 100% で言うと 80% だから結構ですね。今日はですね、そんな悩める石川さんの悩みをもう全部内藤さんがもう完璧に解決してくれるそうなので、いろいろお聞きできたらなと思います。いや、早速なんですけど、まず一つ目の悩みから共有いただいてもいいですか？はい。就活ってまず何から始めればいいのっていうところですかね。まずちょっとスケジュールっていうところってどうやってふうに動いてるのかっていうところからお話しできればと思ってるんですけれども、石川さんは任用卒の就活生ということで、スケジュールとしては皆さんの一つ上の先輩の任3卒の就活生と同じようなスケジュールになります。具体的に言うと、大学3年生の3月1日に広報解禁で、大学4年生の6月1日に選考解禁で、選考については具体的に言うとエントリーからまず始まって、で会社説明会で、そこからエントリーシートの提出であったりとか、適性検査の受験といった書類選考があって、で書類選考に通過すると面接に進んでいって、そこに通過するとこう内々という企業様からいただけるっていうような、まず大枠の流れがあったりはします。でその選考の対策っていうところで、自己分析であったりとか、業界研究、企業研究というところも必要になりますし、 ES であったりとか適性検査、面接というところについても対策が必要だったりはするので、就職活動を進めていく上でたくさんこうやるべきことがあるっていうところはまずあったりはします。あとは最近で言うと、そのインターンシップをこう積極的に開催されている企業様が結構多くいらっしゃってですね、具体的に言うと夏、秋、冬っていうところで7月から2月にかけてこう開催されているケースが結構多かったりはするんですけど、その中でもこうワンデーの2日3日っていったような短期間の短いものもあれば、1週間2週間あるいは数ヶ月にわたるような長期のインターンシップなど開催されているケースもあったりしますし、あとはそのインターンシップに参加された方限定で何か別のインターンシップの案内があったりとか、インターンシップ参加された人限定で何かそう早期選考の案内があったりとか、企業さんの活動としてもこのインターンシップっていうところに対する活動が結構活発になってきていたりもするので、どんどんこう就職活動の準備っていうところは前倒して動かない
といけないような現状があるのかなと思いますね。結局石川さんが次3年生になる前の3月からスタートするのが一般的っていうことですか？そうですね、外資系の企業さんであったりとかベンチャー系の企業さんでいうと、もう皆さんの大学3年生の時から選考とか結構活発にやられていたりもするので、まあ、そこのこの準備に向けて早い子だと大学2年生の終わりですねっていうところから就職活動のこう準備を進めている学生さんも今はいるかなというような状況ですね。結局石川さんは何をすればいいですかね？自己分析とかあるいは業界研究、企業研究というところからまずスタートをしなければいけないかなと思っていまして、企業様ってこういわゆる求める人物像みたいなものがまずあって、自分がその企業さんが求める人物なんだっていうところに対してこうアピールをしていくためには、まずは自分ってどういう人間なのかっていうところもそうだし、相手の企業さんがまあどういったこう事業をされていてっていうところをやっぱり知るっていうところから始めないといけないので、石川さんがやるべきこととしては自己分析だったりとか業界研究、企業研究というところは必要になるかなと思いますね。自己分析でも、まあ、業界分析でも実際どうやってやればいいのかなっていうところがあって、そういうやり方みたいなのってあるんですか？石川さんの好きなものって例えば何ですか？そうですね、私は結構ホラー映画とか、はい、見ますね。そしたら映画をこう配給している会社でいうとどんな企業が思いつくかな？やっぱ一番思いつくのは東方シネマとかですかね。そうしたら例えばこうキャンパスキャリア内で東宝っていうふうに検索をして引っ掛けてみてもらうと、その東宝に受かった先輩のそのエントリーシートのまあ回答であったりとか、まあ、面接どんなことを聞かれたであったりとか、そういった情報がまあ取れるようになっているので、そういうのも見てみるといいですよ。あとキャンパスキャリアの特徴として日系の大手企業が多いっていうところですね。そうですね、はい、そういったあの大手の企業さんにこう受かったあの先輩 の, あの体験記っていうところが、まあ、情報として取れるっていうのは一つ特徴かなというふうに思いますね。有名企業であったり日系大手に行きたい人にすごくおすすめしてしたいなと思いますね。モチベーショングラフっていうのが自己分析のやり方として一つあるみたいなおっしゃってくれたと思うんですけど、そもそもやる意義っていうところがちょっと気になって、落ちてから自分がいかに上がったかみたいなところが大切だからっていう部分でモチベーショングラフが大切なんですか？その自分のことを知るっていうところの一つの手段だと思ってるんですけど、自分のことを振り返るってなかなか普段やらないことだと思うんですけど、そういったモチベーショングラフっていう手法を用いることによって自分がどこにモチベーションを感じるかであったりとか、自分の好き嫌いみたいなところもなんか分かるようなところあるんじゃないかなと思いますね。じゃあ具体的にどうやるのかっていうところで言うと、小学生からまあ高校までにかけて例えば3年ずつでこう区切って、その中でこう自分が嬉しかったことっていうのを例えば書き出してみるんですね。でそこからより深掘る、なんで嬉しいって感じたんだろうだったりとか、そこにやっぱりエネルギーとしてこう湧いてくるものって多分見つかってくることってあったりはするので、だからそういったところもこうやってみると面白かったりしますよ。なんか項目とかってあるんですか？嬉しいもそうだし、悔しかったっていうのもそうだし、達成感みたいなところもそうだと思うんですけど、なんか気持ちが動いたところをなんか探してみるといいかもしれないですね。できそうですか？すぐにでも始められることだと思うので、早速ノートに書き出してみたいなって思いました。やってみてください、ぜひ。就活マジでやむよみたいなしんどいみたいな話をすごく聞いて、長期インターンと短期インターンって言うんですけど、どっち参加すればいいのみたいな。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。